からグリーンジサラダを作っていこうと思います。まずキュウリ、これから塩もみをするためにちょっとだけ歯ごたえよくなるように大きく切ってます。こんな感じで、塩もみしていきます。水は捨ててくださいね。人参とスナップエンドウ、椎茸を蒸していきたいと思います。蒸しすぎてはいけないので、大体3分から5分ぐらい、色が変わったら OK です。こんな感じで、簡単に蒸し上がったら、椎茸はメープルシロップにつけていきます。甘いと美味しいのでメープルシロップにつけていきます。玄米の上に、蒸した人参、塩茹でしたキュウリですね、あと缶詰のグリーンピース、豆たち、オリーブ、マッシュルーム、玉ねぎとスナップエンドウを乗せてます。で、さっきのなんだっけ、これそう、それ漬けたやつの椎茸を入れてます。で、味付けはこれですね、ビネガーとオリーブオイル、これだけ2つかけて混ぜていきます。じゃーん、出来上がりました。ご飯は冷たい冷やご飯なので、これを、冷蔵してかけます。一晩置いた方が美味しいんですが、今日はそのまま、お腹が空いてるので行ってみたいと思います。基本的には全部玄米なので、とてもね、ヘルシーで中がもちもいいので、ぜひ皆さん試してみてください。作り置きも可能なので、忙しい女子も嬉しいご飯だと思います。では